はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、手筋講座ということで一問やっていきたいと思います。さあ黒番の問題です。さあ手筋と言われたらね、まずは何をしようかということで、まあ今非常に実はねピンチな局面ということになるんですね。この黒が取られてしまいそうだ、そして罪もちょっと薄いぞということで、じゃあどうやったらね復活するんだということになるんですけども、やはりこの種石ですね。今回もね、この自分の石をこう3つの団体に切ってる石、この1グループ、この1グループ、そしてこの1グループ、3つのグループを切ってる石を取ることができれば、これは実戦でも大体の場合大戦かということになるわけですね。はい、なので今回もこの手ね、取る手ぜひ頭の中で読んで考えていただけたらと思います。これやはりね、実戦でこういった読み繰り返していって読めるようになってくると、やはりねだいぶ変わってきますんでね、まあ置いて、もちろんね並べてちょっと解いてみるっていうのもいいんですけども、まあできる余裕のある方はぜひ頭の中で、ちょっとこれもね手数が長いんですけど、まあただね一本道ではあるのかなと思いますので、ぜひトライしてみてください。ではこの動画では答えの方を見てまいりましょう。さあこれね、うまくすると取れるんですけども、自分の方も3手しかありませんから、ここでなんかねちょっと緩めてしまうとすぐに自分が取られちゃうんで、1手目の正解は割り込み、こちらということになります。さあこれに対して白は次にこう押さえるよりありませんね。でここで当たりだからといって繋いでしまうのは白に繋がれて、これは随分白がゆとりのある格好になりますから、これは黒が失敗です。ですからここで、そうですね、こちらから当てていくのが大事です。さあその後どうなるんだ、当たりを取りまして、さあぐるぐるっと回していきます。これを当たりにして、つないで当てて、さあそこでつないで、ここで最後までね読み切ることができたが、この辺りからね頭の中で読んでると石が消えちゃうよなんていうね、声もね聞かれるようなところになるんですが、ここで、まあつなぎでもねかなりの戦果なんですけど、でもこれはね惜しいです。これはやはり自分の方も取られてしまいますので、これでは物足りない、もっとここでチャンスをものにする一手ということで、どんどんダメを詰めてしまう手が正解ということになるんですね。でこれに対して当たりときて、まあつないで当てて、これでちょっとねここの1個が取られそうに見えるんですけども、まあこれ確かにね逃げたらこうドカンと取られてしまうんで、確かに取られるんですけども、この石を活用します。このようにしまして、そうですね、これで1目を取られても打って返しでドカンということになるわけですね。はい、で白の抵抗としてはここで、まあ、下がる手も考えられるわけですけども、これもやはりダメを詰めておいて、そこでこのように当ててきても、やはりこれも打って返しで取ることができますよというところになります。はい、ということで今回の問題はですね、こちらの割り込みからぐるぐる回しで最後は打って返しで相手の石を取ってしまうというね、非常に気持ちがいいね一問だったのかなと思います。でこういった問題をね、よく囲碁の解説なんか聞いてる方はね出てくると思うんですけど、一本道なんて言葉ね私も最初使いましたけども、こういう当たりをしてどんどん相手を追いかけてね取っていくのを一本道の読み、これをねぜひどんどん繰り返していくことで、ちょっとずつ石数が増えていくってこともあります。で、まあ、他にはね一本道じゃなくていろんなこう考えられる手があって、まあ、横の読み縦の読みなんていうね言葉もあるんですけども、そういった横の読みをねつけていく問題も大事なんですが、まずはこういった縦の読みでグググとどんどん詰めていって取れるかどうか、自分で手数を数えれるかどうかっていうのがねかなり大事になってきますから、こういった問題もねどんどん、まあ、気持ちがいいですしね、やっぱ相手の石取れるとね、なんでこういった問題もどんどんトライしてみてください。はい、ということでじゃあ今回は以上にしていきたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ねいろいろな問題やっておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。